K42 型エンジン三菱 K4KK6K エンジンは1963年から1973年まで新三菱重工業によって製造されていた1.0リットルから2.3リットルの直列4気筒ガソリンエンジン及び2.0リットルの直列6気筒ガソリンエンジン。バルブ駆動方式はすべてハイカムプッシュロットのオフを採用しており、 自動車用だけでなく一部の産業用エンジンとしても使用されていた。なお、香港では自動車搭載用に限り記述する。自動車用系系エンジンは大きく分けて5つの系譜が存在する。トラック用5.3リットル直列4、気筒ディーゼルエンジンとして開発された、ケゴ系列。ケゴ系21系25ジープ用 JH4 ジャパンハリケーンエンジンをベースに、 開発されたディーゼルエンジンの計算系列。計31計36計63三菱。コルト1000向けに開発されたガソリンエンジンの計43ネプチューン系列。計43計44計 464G4 ネプチューンへ発展。三菱不走ジュピター向けに開発されたディーゼルエンジンから発展した計41ジュピター系列。 k 41 k 42 k 47 k 42 k 62 k 41 k 61 k 65三つびし、デボネア用に開発された k 64から発展した k 64系列。k 64、ありがとうございます。